放送で1時間過ごせると思います。無理だね。あそこ行けば風車、あの風車が回ってるの見えて、駐車場だった。雨の花何なんでしょうね。よく咲いてる桜でもないでしょう。ここで1時間過ごせっていう方が無理か。無理だね。すごい船だね。マットだけど、ね、ヨット仲間か。ヨット仲間はいっぱいやってんじゃないか。うん？素敵な家があるわ。家の風景というのはなかなかないよ。ヨットがあるし、天気がいいから。本当に水の中に立ってるんだ。気持ちなんか身に沈んでるような気しない？そうだね。ねえ、杭を打って土留めして、その上に家建ってんだ。そう、家建ってるみたい。わあ、これがいいわ。綺麗な家だ。また
麗だけ上手なのかしらね、あのお庭作るんでも。うん、デザインがいいね。うん、だいたいね、小綺麗に住んでるね。うん、やっぱりこのそういうセンスっていうのは長年培われてきたもんだろうね。あるんだな。日本みたいにこう生半可100年ちょっと西洋の文化を取り入れてパパパパッと駆け足でさ招いていくの違うじゃない。うん、違うね。歴史が積み重なってんだ。そう。だからオランダだよね。飾り窓の女ってまだ公然と売春屋であるのは。あ、そうだったっけな。うん。アルムステルダムっていうからオランダだよ。うん。飾り窓なんですけど。あそこにヤリがみたいなのあるからなんかあれで突くんだろうか。ああ。石かと思ったらカモでした。カモがこんな近くにいる。カモもだそうだ。頭の先だけ白いね。白いね。何なんだ。うん。もう潜った。潜った。しばしだけじゃない。頭のてっぺんもあいとこついてる藻みたいなもん。食べるんだね。うん。石の藻食べてる。なんかよく白い。